皆さんこんにちは、パフォーマンスユニットマジメイトの大月です。はい、今日はとっても嬉しいお知らせがあります。なんとなんと、私マジメイト大月ピン芸人として1年ぶりぐらいにお笑いライブに出ます。イエーイ。いやー、長かったですね。わからない人の方のため、わからない方のために説明するとですね、私はですね、定期的にお笑いライブ、ゲレロンステージっていう K-PRO さんが主催しているお笑いライブに、出演しております。このライブっていうのは参加料を払えば誰でも出れるお笑いのライブで、バトル形式なんですね。で、このライブで見に来てくれたお客さんの投票で上位優勝と、あと2位かなに入った人は K-PRO さんのさらに上のライブに進出できて、でまたそこでいい成績を残すと上の方にどんどん行けるっていう、自分のね経験を積むため、あとお客さんの反応を見るため、それからお笑いのファンをつけたい、ファンをつけるため、そして関係者の方に見ていただくというこの目的でね、ちょこちょこ出させていただいてたんですけれども、まあ、去年のね夏が最後かなぐらいからもうずっとちょっと出れてなくて、でまあコロナとかもあって、最近やっとK-PRO さんのライブも復活して、でまあそろそろちょっとザ・ W も近いし出てみようかなということで、やっと、出演できることになりましたね。通常はね、ネタ時間3分なんですけど、今ちょっとコロナ対策で2分15秒かなになって、ちょっとネタ時間は短いんですけれども、来たる9月27日、多分27日のザ・ W2 回戦のね、ネタをここでちょっとかけて、お客さんの反応を見て、ちょっと調整をしたり、しようかなって思っております。で、久しぶりにね、もう本当にこれも半年ぶりぐらい、これも半年ぶりぐらいかな、ティンちゃんにね、オペをやってもらうことになったので、2日間ともティンちゃんと一緒に、ちょっとお笑いライブの会場、新宿ですね、に行ってネタをやってこようと思います。で、このお笑いライブなんですけど、もちろん一般の方も観覧できます。で、しかも、なんと、チケット代金500円でございます。超安い。ちょっとびっくり。で、この500円を払うだけで、60組ぐらいかなの芸人さんの、まあ、ネタが見れるっていうわけなんですけれども、でぜひね、新宿来れるよっていう方はですね、見に来ていただいて、生の大月に会いに来ていただけると嬉しいです。ただね、まだちょっとね、ライブ規制緩和してきたとはいえ、ちょっとまだ人がいるところ、まあ、そんなにね、小さいライブなんで、そんなに何百人とか集まることはないんですけど、ちょっと心配だなっていう方は、なんとなんと、K-PRO さんの、計らいでですね、今、ゲレロンステージは毎回無料で YouTube でライブ配信をしてくれておりまーす。誰でも見れます。もう本当ありがたい。無料で YouTube で、お笑いライブが見れるっていうことは、まあ誰でもね、もう東京からちょっと離れてる人でもリアルタイムでお笑いのライブが見れるということなので、お笑いライブに出てるマジメイト大月どんな感じなのかなって気になってる方はぜひ見てください。で、詳細はねこちらに出しておきます。22日の出番時間はまだちょっと発表されてないんですけれども、分かり次第 Twitter とか SNS で発表したいと思います。で、大事なんですが、さっきも言ったようにこのライブバトル形式なんですね。なので会場に来た方も YouTube で観覧される方もぜひ真面目とお月に投票していただけると嬉しいです。会場に来てくださった方は入り口で用紙が配られます。今日の出演者の名前がずらーっと書いた用紙を渡されるので、最後に面白かったなと思った芸人さん5組をチェックして提出してください。そしてオンラインね、ライブ配信で見る方はライブの最後にYouTube ライブってこうコメントが出るじゃないですか。で、そのコメントのところに K-PRO さんのアカウントで、投票フォームはこちらですというふうに URL が出ます。で、その URL にアクセスして面白かった芸人さんにチェックを入れてフォーム送信してください。で、この、投票フォームが表示されるのが結構短いんですよ、時間が。なのでちょっと見逃さないように、ぜひ真面目とお月に清き一票よろしくお願いします。20日月曜日と22日火曜日祝日ありますので、まあ、どっちかだけでもね見ていただけるととても嬉しいです。でね、ちょっと今回のライブはまあ、本当はねザ・ W2 回戦でやる4分のネタをやりたいんですけど、ちょっとどうしてもね時間制限が2分っていうことで、いろいろちょっと、試しながら私がやるので、ぜひ皆さん感想をねいただけると嬉しいです。ここが面白かったよとか言われたら、あ、じゃあちょっと第2回戦でこれ入れようとか、ここはちょっと微妙なんじゃない、なくてもいいんじゃないみたいなのがあったら、逆にそれも、聞いたりしますので、ぜひ会場に来れない方もね YouTube ライブで見て
感想、ネタの感想をいただけると嬉しいです。じゃあ最後になりますが、会場に来られる方に予約方法をお伝えします。予約方法はね、概要欄に予約フォームの URL 貼っておいたので、チゲットかな、予約の際にお目当ての芸人っていう項目があるので、そこに真面目とお月って書いていただけると、私にそのチケット代の500円そのまま入ります。よろしくお願いします。もう結構ね、この芸人さんも、まあ他のねアーティストとかもそうなんですけど、お客さんが呼べるか呼べないかと大きいんですよ、うん、でいっぱい呼べる人だと、あこの人じゃあ次も呼ぼうかなっていろんなところで声がかかったりとかね、あファンが多いんだ、来てくれるファンが多いんだっていうことで、ちょっと評価が上がったりするので、ぜひ来れる人はなんかもうなんかのついででもいいです。本当にちょっとだけだね、寄ってフラッと寄って、見て帰ってっていうので、ご飯のついでにでもいいので、はい、よろしくお願い、とにかくよろしくお願いします。でね、本当に生で人の前でネタをやるっていうのがね、本当に久々なんですよ。MC の仕事はね、今年に入ってからやらせていただいたりしてるんですけど、それも生配信だったり、3月はお客さんいっぱいいたのかな、100人200人いるところで赤羽レニーでやらせてもらったんですけど、やっぱ自分のネタ、自分が考えたものを発表するっていう場は本当に初めてなので、今年に入ってね、しかも1年以上空いちゃったんで、めっちゃ楽しみです。はい、あとまあお客さんどれぐらい来るか、10人いるかないないかな分かんないけど、来るか分かんないけど、とにかくまあザ・ W 対策用でもあるので、ちょっとそこもねしっかり忘れないように頑張りたいと思います。ということで、以上真面目とおつき久々のお笑いライブ参戦するよ動画でした。おつきさんの久々のネタ見るの楽しみだなっていう方は高評価、お笑いライブってなんなんようわからんって方も高評価よろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。以上真面目とおつきでした。